こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ビーズの新曲になるんですね、ヘイ走るってやつですね。ビーズは僕は昔からファンなので、このドラムがアプローチがかっこいいんですよ。もう本当にビーズらしい感じの、ドラミングなので、ちょっと解説していきたいと思いますね。ラグビーの、応援歌で使われてたそうなんですが、ラグビー見てましたけどね。どこで使われてたんだろう、ちょっと気づかなかったですが、多分なんかこうダイジェストとかやってる時に使われてたんでしょうね。それでは始めていきたいと思います。まずこの譜面ですね。ここね、僕1段目と2段目、ここはここから急にテンポが倍になるので、ここ、こういう風に書いちゃったんですが、ヘイヘイヘイホーのところですが、ワンオンオンツーワ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 ンツースリーフォーで、ワンヘイヘイホイヘイで、こっからここね、ラフが入っています。で、ここから、コーヒーも書いてないですか、後で付け足しておきますが、ここからだんだんクレッシェンド、ほぼほぼこの2拍は聞こえないですね。ワンツーシーフォー、こういう風になっています。ここのラフは入れてもらってもいいし、入れるためにここで止めてる感じのイメージでしたけどね。で、クレッシェンドはこう2小節間かけてするので、このもう1小節目はほとんど聞こえないぐらいでいいと思います。で、ここから、定番のフロアタムの、これはアップダウンを、今週やりましたので、アップダウンを使ってやってください。これね、無理だったらもうこっちで行っちゃっていいと思うんですが、フロアで行くこのロックのかっこよさっていうのがあって、これフロアは四分音符にするとちょっと間抜けな感じになるので、フロアで行くんだったら頑張る、アップダウンで頑張ってやってください。で、ここはダンダンダランダンダンダランで、で4小節目が開くので、このままでもいいが、ここはなんか受け答えみたいになってるので、ここだけドッタンドドタンで、また戻して、でこのビーズのパターンはすごくよく使うんですが、手足足手、どこでも、どこを叩いても、手はどこを叩いてもいいです。ただ、禁じ手だけがあって、両方シンバル良くないです。なんか間抜けな感じがするんで、フラムにしてもいいし、場所を2箇所叩いてもいいし、ここどこでもかっこいいと思いますね。このワンツースリーワンツースリーワンツーですね。タヌキタヌキ犬の感じがですね、これタヌキタヌキ犬、次の頭もクラッシュに行くときにバスドラなので、バスドラは3連続ラブになります。で、 A のところ、ここハーフオープンって書きましたが、ハーフオープンって、オープンは前も言ったみたいに上の音だけが鳴るのがオープンじゃなくて、両方鳴らなきゃな、これがオープンで考えたときにもうちょっと緩い感じ、ここはもう自分のさじ加減ですね。だからオープンこれぐらいに、だとちょっと短すぎるので、ちょっと長くなるイメージ。もうロックドラムの王道ですね。ドッタンドドタンドッタッ、これですね。で、ここはドッタンタドーって決めがあるので、で、このスネアはもうどうなんで省略してもらっても全然構わない。もうこのずっとパターンですね。で、 A2 これ一緒なんで、このまま書かないどこうかなと思ったんですけど、リピートで帰ってきた時にここが白紙だとね、ちょっと慌てちゃうんで、こういう時はもう同じパターンでも書いておきましょう。矢印とか書くと上に行ってから下に行かなきゃいけないんで、大丈夫な人は全然問題ないですけど、ここはハーフみたいな、というフィルインになってますね。で、B のところは、ハーフの、こんな感じのイメージだったんですが、こんな感じです。
なんかハイハットも入ってちょっとビシッて止まる感じですね。でここであの歌がピックアップになってという感じですね。まあここのフィルインはあの2回目はなってたりとか、この僕はあの線より上に書くのがハイタムで、線の真ん中がミディアムタムで、まあ、こういうグランガーに書くときね、下に書くとフロアで、何も書かないとスニアっていうふうにしてます。なのでここは、というふうになるわけですね。という、まあこれも全部フィルインなので全然変えてもらって構わないと思います。で C のとこも、ここはこの動きすごく多いんですけど、こういう風にいっちゃうとここが交差するのでクラッシュに来た後に比較的やりにくいので、このドラムってこう僕はいつ もう三角形をここと最後を2つ、こうでもいいしこうでもいいし この3つでもいいし、この3つで後で出てくるんですが、これこれ結構交差して難しそうでしょ。よく使うですね。どこで行ってもどこでも大丈夫ですね。という具合にこの三角形で112っていうのがすごくよく使う腕なので、多分こうやってるんじゃないかなと。で、まあインタリードのとこはさっきのイントロ3のとこと全く一緒ですね。でジャン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 のとこ、まあ途中ずっとダン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 足で合わせといて、まあブレイクのところをこうドッタンドドタンでこう受け答えといてるんですが、ここ別にドンな、だからワンツースリーワンツースリーワンツーのパルスだったら何を埋めてもいいんだけど、最初からまあ暴れまくるよりは後半で暴れようっていうまあ意図でございますね。で2回目はナー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 、まあこれフィルインですね。1,2,3,4,1,2でハーフ、まあ、ちょっとここはタトーンの決めがあって、これが呼び込みのフィルですね、というふうなフレーズになってます。でまああとは B、 もう一回同じことをやってって、まあリピートの時はさっき言ったフィルインがちょっと変わるぐらいで、フィルインっていうのは別にこの通りやらなくても何に変えてもらっても全然構わないですからね。で2番のところの、インタイドルと、ここはここはなんかフィルイン適当になんかこう、ここは毎回へいろいろ入れてるんですが、もうめんどくさかったら書かなかったですね。でここに行くとでおー入って、最後だけこうタムに、というふうにやってます。でまたドン。ギターソロの終わりはですね、ここ1小節にしたんですけど、2小節やってましたね。まあここでブレイクして、でサビに行くと。で、タンタン、ここシンコペーションするので、ここはこのパターンの方だけどこっちで受けにくいから、ラタタタ、これは同じフレーズを2回重ねて、まあこれはだから、まあドッタンドドタンドッタドッドタンドッタドッタタドッドパンってちょっと行きにくいので、タンドドタン安定させてからこっちのリズムパターンに戻るという形ですね。これまあもっと、まあこれはどういう風でも、まあ、盛り上げるのでクラッシュをたくさんやったのか。でここがさっき言ってた高田子の足2つなのか1つに聞こえたんだけど、ニュアンスは全部一緒ですね。でここから2パスが出てきます。
ドコドコターン、ドコドコターンですね。3つまでだったらフロアでごまかすんです。ジョジョメイヤー風でやると、ギリいけるけど、まあやれはしないって感じですね。あとあの倍です。結構テンポ早いので、この8分はちょっと無理かな。8分でこういうドド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 のフィールをやりたい人は、僕はよく昔ワンバス、ずっか昔からワンバスなんですけど、裏拍オンってやっぱ強く聞こえるので、オンはなしにして、っていうふうにやってもらうと、そうするとツインペダルだとオンのところをこうかかとで踏んだりね、この僕もちょっと使えますけど、ここのオンの部分を左で踏んで裏拍を足に、ドコドコターン、ドコドコターンはまあ多分右足スタートだと思うんですけど、まあこういう人が多いですかね。では最後は、ギターが途切れたところをはみ出してっていう風にやってましたね、というような感じのフレーズでございました。テンポが速くて、このままのテンポだとなかなか難しいんですが、ビーズらしい感じなので、このおーとかも、レッスンでみんなでやりながらやってるんですが、楽しいですね。というわけで、この今日はビーズのヘイ走るのフレーズ解説でございました。こちらの譜面の方はダウンロードは、メルマガ登録していただくと、過去の UR、 過去のフレーズの URL とか、で送られていくと思いますので、ぜひメルマガ登録もしてください。以上です。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メールマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。